こちらのジュークのエクステリアカラーラディアントレッド、インテリアカラーレッドについてはコントラストのを最大限出す表現をしております。このラディアントレッドはハイライト、光が当たったところの鮮やかさおよび輝きというところを重視しています。また垂直面にあるこの色の深み、濃さというところも重視しております。それらを結合させたすることによって色の深みと鮮やかさをうまく両立させています。内装のコーディネーションにも特徴があります。まずマットなインストルメントパネルに対して非常に光沢の鮮やか、色鮮やかなクラスセンターコンソールを持っています。こちらの色のサイドとこちらのダッシュボードのマットなダッシュボードの質感でのコントラストが非常に特徴になっています。また全体の赤のコントラストの特徴を生かすためにこちらの赤に対して少し色を落とした光沢のある赤をシートのアクセントに使っております。本日僕が着ておりますこのウェアなんですけれども、こういったスポーツウェアの、ね、見られるようなその配色使いというもののデザインのをヒントにしております。こちらのシートの柄に関してもですね、ハニカムのスポーティーなパターンに対して少し揺らぎを加えることによってメカニカルとナチュラル感をうまく結合させております。それではマーチの、スプリンググリーンのエクステリアと、ブラックアイボリーのインテリアについてご紹介させていただきます。マーチの、ボディカラーのラインナップは全部で9色になります。今回グローバルの、マーチに生まれ変わったということもありまして、幅広いお客様に親近感を覚えていただくために、自然の色彩をテーマに色の開発をすべて行いました。春、夏、秋、冬それぞれの季節を彷彿させる色を作りまして、それをカラーラインナップで季節の移り変わりとして作るというのがカラーコンセプトになっております。その中で今回特に力を入れて作りましたのがこちらのスプリンググリーンとなります。クラストップの低燃費と新しいマーチのグローバルマーチのストーリーの始まりを予感させるスプリンググリーンということで作りました。で、色の特徴としましては全体をふわっとした水分を感じるような膜感で覆い、ハイライトの部分に微粒子メタリックを入れることで新芽の、若々しい、春の、色というものに近づける努力をしました。フェンダーから、シェードにかけてのところが、非常に表情豊かに出ておりますので、ここら辺の表情をご覧いただければと思います。エクステリアのスプリンググリーンとベストマッチさせるべくコーディネートしたのがこちらのブラック&アイボリーの内装となります。黒の質感の高いレザーのバッグをイメージさせるブラックトリムに、爽やかでエレガントなスカーフを彷彿させる白いシート、このブラックとホワイトを組み合わせることでかっこかわいいシンプルシックな空間に仕上げております。シートの生地は肝織物を採用しておりまして、しっかりした、丈夫な質感のものを採用しておりますので、品質にこだわるお客様にも満足いただけるものとなっているかと思っております。ぜひ、この、スプリンググリーンとブラック&アイボリーの、コーディネーションで春のこう楽しくて優しい気持ちに包まれて見てください。以上です。本日ご紹介させていただくカラーは GTR の世界の中でもこれまで未知の領域であったハイファッションの世界を追求しました。セレブリティラグジュアリーをテーマにエレガントな走りの世界を確立、乗る人を美しく引き立てます。特徴的なインテリアはアールレッドと桜のツートンカラーです。最高級の本革をベースに、内装の仕立てはドイツの職人の手仕事によって一針一針丁寧に作られています。ステアリングには
漆の輪島蒔絵のエンブレムを装着。まさにヨーロッパと日本の伝統工芸の共演です。エクステリアカラーのアルティメートオパールホワイトは宝石のホワイトオパールをイメージしました。角度によって虹色に変化する印象を白という究極の色の中に閉じ込め、ドラマチックでスーパースポーツにふさわしい品格を兼ね揃えています。また革内装によって重量が増加した分はスペック V と同じカーボンリアスポイラーとチタンマフラー、アルミニウム単造のホイールなど高性能で超軽量のパーツをコーディネートしバランスをとっております。走りとエレガンス、その贅沢な調和こそが GTR エゴイストです。究極のセレブリティラグジュアリーの世界を GTR エゴイストでお楽しみください。日産リーフの色はEV を世界中に普及させることによって美しい地球を未来に引き継いでいきたいという思いをダイレクトにカラーコンセプトとしました。エクステリアカラーの特徴はこのみずみずしい質感のブルーです。非常に透明感があってとダイナミックなカラーシフトを特徴としています。もし実車を見られる機会がありましたらぜひいろんな角度からご覧いただいてその美しさを体感していただければと思います。インテリアは非常にクリーンで明るい空間になっております。ただし温かみを感じさせることも注意深く色を作成しました。センタークラスターの象徴的な未来的なデザインを際立たせるためにそこにフルグラスブロックを配することで明確なコントラストを作り出し今までにない未来的なデザインになっています。また車両全体に EV アイコニックブルーを随所にあしらうことでカラートータルコーディネーションを行っております。具体的には日産バッジ、ランプ、とアンテナで、インテリアのシフト、メーター等です。日産リーフは次世代エコカーの象徴となる車です。その車にふさわしい美しい色ができたと自負しております。日産自動車、マーチが、見事ファッション賞をいただきました。それから GTR ダブル受賞で、文化女子大賞と企画賞をいただきました。日産はですね、毎年ファイナリストに残って、今回も15台中4台、ファイナリストの審査に、かかることができました。一応どれが選ばれてもおかしくないほど全ての会社のカラーデザインは非常に秀逸だったと思います。その中で3つの賞をいただけたことを誇りにも思いますし、こういうことで皆さんお客様にも喜んでいただけるということを我々のモチベーションにして、そしてこれからも楽しい綺麗な色を生み続けていきたいと思います。ありがとうございました。